どうも、三度の飯よりバルサスキ、レオザフットボーです。どうもっていうのがちょっと打点高くなって恥ずかしくなってるんですけどね。本日も、皆さんと、バルサの話を中心にサッカーのこと話していきたいなっていうところなんですけど、今日はバルサの話はなしです。なんでかと言いますと、皆さんがコメントくれるおかげで僕も最近すごいこの動画の更新が、楽しみになってまして、そのためにバルサばっかり、ガッて見てるタイプだったんですけど、他のいろんなチームのサッカーも見るようになりました。特にプレミアリーグなんですけど、なんで今日は、ちょっと一旦こちらをお休みで、プレミアリーグについて、語っていきたいと思います。というわけでその中で選んだ質問がこちらです。TB バルさん、リバプールの今ゲーゲンプレスをクロップは導入しようとしていますが、歴史上リバプールというのはそういうチームじゃないと思います。新しいチームの戦い方が勝つのはもちろんいいと思いますが、伝統を守りつつやってほしいです。レオさん、どう考えますか。あ、こんなね、きちんとしたコメントすごくありがたいです。ですね、クロップは確かにゲーゲンプレス、まあ、知ってる方、知らない方のためにちょっと知ってる方には、ちょっと釈迦に説法的な感じで申し訳ないんですけども、まあ、前から、ボールを奪われたらすぐに高い位置からプレッシングをかけて、ショートカウンターっていう形なんですかね。ゲーゲンプレスっていう戦術は、まあ、大まかに説明しますと、なんですけど、確かにクロップの戦術の中でゲーゲンプレスっていうのは非常にブンデスリーガで旋風を巻き起こした戦術なんで、注目されやすいんですけど、やっぱ、クロップ自体は非常にバランスといいますか、いるべき場所に、いるべき選手がいるっていう、そういう風な練習がすごい多いらしいんですよ。今所属している選手のインタビューとか見ると、戦術練習そういうのがほとんどだそうなんで、ってなるとやっぱりリスクマネジメントっていうのを非常に考える監督だと思うんですよね。確かに高い位置からプレスをかけて奪ってショートカウンターっていうのは、攻撃に重きを置いた非常にリスクの高い戦術に思われるんですけど、奪われた瞬間に、プレスをかけて奪えば、結局ずっと自分のゴールから遠い位置にボールがありますから、そういうリスクマネジメントができるんですよね。引いてガッチリ守ってっていう形は、遠くからクロスを織り込まれて、その混戦の中でスクランブル状態の中で決められるっていう、そういうリスクもあるわけで、例えばモーリーノがバルサに取った戦術は、ゴール前にバスを固めるっていう、その言い方しましたけど、そういう戦術なのがいけたのは、パスサッカーをやってくるチームで、結局外から放り込むっていう手がないからそれできたんですよ。でもリバプール、そのイングランドのチームっていうのはそういうのは元来得意な戦い方をするチームばかりですから、そうなった場合、クロップが今取ってる戦術っていうのは勝つためには、必要な変化だと思うんですよ。でプラスしまして、リバプールっていうのは伝統的な戦い方が、まあイングランドってキックアンドラッシュですね。もうボールを放り込んで、もうその名の通りキックしてラッシュと走れっていうことなんですけど、結局リバプールっていうのはすごい失点が多いチームで、ロジャースが、一番良かった、スアレスがいた時もですね、スアレスっていうか攻撃陣のゴールで、ごまかせって、まあ、ごまかせではないか、結局失点数がめちゃくちゃ多いチームだったんですね。そう考えると、その失点数の多さが何かっていうと、シュクルテルが対人っていうか、跳ね返すヘディングが強いんですけど、ラインを上げれないんですよ。上げるのが下手なんで、これは解説でリバプール OB のキャラガーも言ってるんですけど、ボールをクリアした時にガッてラインを上げなきゃいけないとか、上げれないんで、結局ライン下がったままで、やられる。吉田麻也とかも、前してたミスなんですけど、日本代表とか結局、それできない、ディフェンダーはできないんで、そうなるとやっぱ前から守備をしていくっていう方がリスクマネジメント的にはやっぱ失点の少ない、チームを作るのにつながると思うんで、僕的には、まあ、伝統っていうのがね、あんまりリバプールをこのテレビバラスさんほど、勉強してないのもあるんですけど、クロップの戦術は浸透したら、すごい強いものになると思います。ハマった試合、マンチェスターシティとの試合だったりとか、すごい強いサッカーを見せてくれてますんで、僕は、少なくとも1年以上は見守るべきだと、考えてます。というわけで、質問は、このぐらいにしまして、今回はレスターシティの強さの理由ですね。いろんな方から、質問いただいてますんで、これを今回はこの動画を使ってがっつり説明したいと思います。まあでもですね、僕言ってきますが、一試合がっつり何個も見てみたいな、ね、プロの方みたいなことを、できないんで、何個か見たハイライトだったりとか、一試合見た動画もあり、一つだけありますけど、チェルシー戦なんですけど、それ以外は基本見てないんでね、そこだけ、でもそれでも僕が見た分析を聞いていただけたら嬉しいと思います。こちらですね、家に、ホワイトボードがあったんで、これで説明します。まあね、もう字が汚すぎるわけですけども、まあ、わかればね、皆さんに伝えればいいんで、まず、ストロングポイント、前回の動画で説明しましたね。こちらのバーディーですね、こちらバーディー、プレミアリーグ得点王のバーディー、そして、8ゴール13アシストしてる、
キングバフレス。ただこれキングって言ってるんですけど、このチームにですね、レスターってチームにキングっていう、今ドリンクウォーターっていうボランチの選手がいるんですけど、その控えがキングなんで、ちょっとラニエリの例えややこしいんですけど、このマフレズっていう選手がいますね。こいつがもうカットインしてスルーパスするわ、クロス上げるわ、自分が決めるわ、でもすごいわけですよ。で、この2人がすごいですけど、これがすごいのはですね、多分レスターちょっと見てる人ならもう分かると思うんですよね。そんなことじゃなくて、もっとこの2人がすごくたってた、ダメなチームはダメなんで、一番僕がすごいな、いいなって思ったのはね、このボランチ2枚なんですよね。僕がいつもいろんな動画で言ってるこのバイタルスペースですね、センターバック前のここのスペース、ここを使わせないことにですね、この2人はすごい長けてるんですよ。この2人はですね、もうこのドリンクウォーターが特になんですけど、この選手っていうのはですね、非常にバランスを考えて守れる選手でして、それとしてパートナーの観点、この選手はですね、パスの精度はまあ並みの選手はかもしれないですけど、こいつはですね、この前に上がるだけじゃなくて、あっちこっち行くんですよ、あっちこっち。なんだったらこのマフレーズの外、大外からこう上がってったりとか、もう本当ゴール前飛び込んでるとか、本当にこの選手ボックス2ボックスどころじゃなくて、ボックス2サイドみたいな、本当にピッチを広範囲でカバーできる選手でして、これをまあチェルシー戦の後半ちょっと疲れてたんですけど、基本的に今のところシーズン通してやってるんで、この選手自体がめっちゃ走るんでね、多分人数的に相手めっちゃ多い感覚になるぐらいじゃないですかね。どこ行っても いるっていう、そんな感じの選手なんですね。なんでこの2人がちゃんとこのバイタルの前のスペースをきちんと占めてるたり、ここに入ってくる相手のパスを出す選手に対してちゃんとプレッシングをかけれてるんで、このセンターバックに決して足速いわけじゃないんですけど、モーガン選手とバシーなんとかスキーでしたかね、超胸筋厚くてマッチョな2人なんですけどね、この2人の裏に出されるパスに対する弱さっていうのをちゃんとカバーできてるわけですね。1回だけセスクが前向いてパス出した時とかモーガンとか振り切られてるんですけど、そのシーン以外は基本的にピンチにさせてないのは、やっぱこの2人がちゃんとバイタル埋めてるからだと思います。まあそういった、あとこの選手、オブライトンっていう選手が、オブライトンでいいのかな名前、合ってますかね、オブライトンで合ってる、オルブライトン、この選手がですね、クロスがすごい上手いんですけど、こっちの選手クロスも来て、こっちの選手ドリブル選手です。なんでこの話したら、ここいらなかったな。まあまあ、両サイドの選手っていうか、この前線にタレントが揃いつつ、中盤の選手が運動量で全部カバーできてる。で、ラニエリが言ったんですけど、就任の時に、イタリア的なサッカーを持ち込むっていう話をしたんですね。どうですか、この442のシステム。アリゴサッキーを持ち込んだゾーンプレスのこうどうですかの時の汚いこれが。アリゴサッキーがミランでしたゾーンプレスがね、ちょっと見えると思いませんかこれ。イタリア的なサッカー言っちゃえば、もう難しいことはしてないですよ。ちゃんと中盤の選手がちゃんとスペースをカバーしてっていう。で、危険なバイタルを開けない。で、外から上げられた場合は、ここに空中戦が強い2枚。って思いきや、このフークス、左の選手ですね、左サイドバックです。この選手が長身のサイドバックでして、カバーリングも上手いし、体重も強いんですけど、このいう長身の選手がサイドバックにいると、このセンターバックが釣り出された時に、ここ開きますよね、スペース。ここちゃんと埋めてくれるんでいいんですよ。これがね、強さの要因だと思うんですね、これ。今めっちゃ反射で見えてなかったですね、多分。で、これ、まずこのフークスっていうサイドバックが、すごいいいっていうのと、この何ですか、弱点を補強し合うっていう、補い合うっていう感じになってます。ただ、ですね、このままの勢いが続くかっていうとちょっと問題な話でして、まず後半戦はみんな強いの分かってるんで、ちゃんと対策をしてくるんですよ。それがですね、どんな対策をしてくるかっていうと、このレスターシティにも弱点があってですね、チェルシー戦の後半なんですけど、疲れた時にですね、ここのスペースが空きやすくなってくるんですよ。それなんでかっていうとですね、一応みんなで守ってみんなで攻めるんで、低い位置でボールを取って、高い位置でガンガンプレスかけるっていうようなチームじゃないんで、低い位置でボールを取って前にガッと攻め上がることが多いんでですね、やっぱ全体で、特にボランチの選手とか運動量がすごい使うようになってくるんですよね。運動量を使うって何なのか分かんない、スタミナを使うようになってくるんで、チェルシー戦の得点決められたシーンなんですけど、汚いんでここまずこのドリンクウォーター、水って書いてあるんですけど、ドリンクウォーター、この選手がまず負傷交代してキングっていう選手に変わったんですよ。で、このキングって選手は最初頑張ってたんですけど、やっぱドリンクウォーターほど危機管理能力がないわけで、ここに選手が2枚入ってきて、ここに1枚入ってきて、この失点シーンの話なんですけど、で、サイドからクロスを上げられた時にシンプソンっていう選手はこの選手についてた。で、モーガンって選手はこの選手について、この選手について、バシっていう選手がここについてっていうやってる時に、この1人をキングがつかなきゃつかなかったんですよ。
そうするとモーガンがこっち見てバシェがこっち見てってやってる間にここにいたレミーが飛び込んできて決めた。結局やっぱりこのバイタルエリアで誰が守備するのかって、ここの守備の引き渡しがちゃんとできてないからサイドからクロスを決められるわけですね。これ使って説明したら余計分かりにくくなっちゃったからどうなんだろう。なんか次回は使わない方がいいですっていうのは言ってもらって全然いいんでこっちの方が親切かなと思って。結局まあ何が言いたかったかって言いますと、このドリンクウォーターって選手が、復帰しなかったり、結局、まあ選手層が厚いチームじゃないんで、やっぱそこが一人抜けた場合、今回だと要のドリンクウォーターが抜けちゃったんで、もうセンターバックの前のスペースの、に入ってきたか選手たちの対応をどうするかってところに迷いが出て決められたんですよ。そこまではすごい良かったんで、で後半戦ここでまあ怪我人が増えてきたりとかすると、こういうなんていうんですかね、悪いところがまあ今ね素人の僕が見て分かってたんで、相手チームはもう分析してくるんで、それがレスターシティの、後半戦そのまま走り抜けるかどうなのか。リバプールも強くなってきますし、ユナイテッドもきっとファンハールから違う監督になって強くなりますし、チェルシーも監督解任して上向きになるか、アーセナルは、大崩れするどころか怪我人が戻ってきますというわけで、レスターシティがこのまま走り切れるかどうか、ちょっと非常に面白いチームだったんで、なんていうんですかね、ストレスたまんないサッカーっていうんですか、なんかバルセロナとは違うスペースに全どんどん選手が走り込んでって、なんかなんですかね、チーム全体がハングリーなんですよ。これから成功するぞっていうなんか野心に満ち溢れてる感じがして、選手のモチベーションが非常に高いんで、っていうか選手全員に笑顔が多いチームですよ。なんか素敵なこと言いましたね。で、あとこのウジョアって選手が今スタメンで岡崎控えなんですけど、本当にひいき目なしに岡崎がスタメンの方がいいと思いました。なんでかっていうと、このバーディーが使うスペースをウジョア埋めちゃうんですけど、岡崎は開けてあげつつ自分も活かせるんですよね。その辺とかもこの間岡崎が1回 PK 取って1回ゴール決めましたけど、あれは偶然じゃなく、この2人との連携が岡崎の方がすごいできてます。後半戦、まあ相手によってでしょうけど岡崎の出番増えると思います。というわけでレスターシティの好調理由説明しました。レオザフットボールでした。じゃあね最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。